どうも、サーフゲームの鬼、黒メガネです。今日はですね、サーフゲーム初心者の方、または、サーフゲームデビューしてみたいなって思ってる方に、お届けする動画です。サーフゲームしたいんだけど、どこでやっていいかわからない。という方向けに、教えるサーフゲームをやるポイント探しですね。皆さんの町、皆さんが住んでる地域で、どこでサーフゲームをやればいいのかというのをお教えしたいと思います。なんか結構ね、そういうのがどこでサーフゲームしていいかわからないっていう方が結構いらっしゃるみたいなんで、私の方でね、アドバイスできればと思います。そうですね。じゃあ、早速。これはですね、Google マップというサイト、Google さんが提供しているサービスですね。こう、世界中の、地図が見れるっていう便利なサイトです。私、サーフゲーム、するとき、ポイント探すとき、これ使ってるんですけど、私が例えば仙台に遠征に行った時、どこでやろうかなって、これで探したんですよ。基本的にはサーフゲームっていうのは、河口付近を狙っていきます。じゃあ、仙台サーフで、河口ってどこだろう？河口、ここ、名取川。名取川っていうのがありますね。それから、どこだ？あ、私の大好きな、阿武隈川。阿武隈川。なんかね、私が阿武隈川の動画撮った時ね、その地元のアングラの方が、おい、黒目がね、場所を晒すんじゃないってね、なんか、ご立腹されたらしいという話をね、ちょっと聞いたことない。別に、河口を狙うんだからさ、別に場所を晒すもなんもないじゃん、こう。阿武隈川、河口。で、これね、ここ。この左下。航空写真ってことなんですよ。航空写真。切り替えますよ。これ地図ね、今ね。航空写真切り替えます。はい。そうすると、こう、上空からの映像。サーフありますね、サーフね。こっちからこう投げる人もいれば、こう、汽水域でこう投げる人もいますね。で、まあ、一番は河口付近を探すってことなんですけど、車を止めれないと、まあ仕方がないと。車どこに止めましょうねっていうことで、これちょっとクリックしましょうか。クリックすると、ここにね、このクリックした場所のこう詳細というかデータが出るんですよ。ここをちょっとクリックします。そうするとストリートビューって言って、この実際のね、この映像、さもそこに自分がいるかのような写真が見れるわけですよ。進んでみましょうか。どんどん、あれ、これこんな感じだったっけな。ああ、まあいいや、この辺でいいや。はい。これ路肩、車止められるんですよね。路肩に車を止められるんですよ。別に、こう、なんかあるな。あれが、標識が、あれ、行き過ぎちゃった。これ完全じゃないんですよ、地図がね。完全じゃない。これ標識がありますけども、制限速度40キロ。ね、あと他ないですね。ここは、駐車禁止ではないところですね。だから、この辺止められると。河口付近で車止められる。よし、じゃあここにしようということで、私は阿武隈川を選びました。まあ、こんな感じですね。ということで、ちょっと切り替えて。
私サーフゲーム、では行ったことないですけど、例えば、ここ何県だ？岩手県。じゃあ私が岩手県で サーフゲームするとしたらどこでやるんだろうっていうのをちょっと考えたいと思います。岩手県どっか、岩手県でどっからどこまで、岩手県でどっからどこまで、まあいいわ。じゃあ宮古から見ていくか。じゃああ早速河口、川がありましたね。何川これ、読めない。しめい川。ちょっとすみません、おビールを、ちょっとおビールを飲みながら。しめい川か、わかんない、読み方がわかんない。ここ河口ですね。航空写真見ていきます。サーフじゃない、サーフじゃない。じゃあここじゃダメです。下に行きましょう。あ、ここにもある、ここにもちっちゃいですね。ヤギ沢川。サーフじゃない、サーフじゃありませんね。ないぞ、川が。お、川があった。津軽石川。サーフですね、サーフですね。全然この辺でもやれるわけですよ。野球場が近くにある。駐車スペースはと、これ工事してんのかな、これ。ん？これどっからエントリーするんだ、これ。どっからエントリーするんだ。ちょっとこの辺から行ってみるか。いけないの？出るか？ちょっとわかんないな。どうやってエントリーするの？ちょっとわかりにくいな。でもこの辺、本当はいけないんだけど、この辺止めたり、あ、でも車止まってんだこれ。まあ、みたいな感じ、みたいな、ちょっとここ分かりづらいな。川。あ、落ちちゃう。ここにもありますね。キャンプ場。姉基地。あ、姉基地キャンプ場。サーフじゃないな。ちょっとなんかテトラ隊があるな。お、ちっちゃい川が2つある。サーフじゃない、サーフじゃん。あー、ちょっとないな。岩手県ないな。川ねえな。ここどこだ。なんでこれ画像汚いの。サーフじゃないな、テトラだなこれ。ここ何、岩手県。
サーフじゃない。サーフがないじゃないか。サーフが。今で言ってサーフない。サーフがない。ここで辿って、どん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 。触っていくけど。裏の浜海水浴場。海水。まあ、川がなくてもいいんですけどね。川がなくても、サーフであればいいんですけれども。いや、それにしても。それにしてもないな。絶対違う。絶対違う。いいとこねえのかよ、岩手。あ。この辺じゃない？この辺。これサーフでしょ？ねえ。車もなんか止まってるし。なんかここは川があるから、多分なんか地図には表記されてない流れがあると思うんだよな。鴨墨川。鴨墨じゃないな。鴨墨じゃない。基本もう川探しですからね、サーフって。川探し。この山からこう流れてくる、なんていうんですか、栄養素みたいなのがプランクトンを育て、そのプランクトンを食べるために小魚がやってくる。その小魚を狙ってヒラメちゃんがね、そういう食物連鎖の場所なんですよ。サーフじゃない、加工っていうのは。で、そのサーフっていうのは地形が変わるわけですよ、毎日毎日。離岸流の場所が変わったりとか、その高低差が変わったりとか。でも加工は加工ですから、加工はもうそこはもう変わらない場所なんで。ああ、いいじゃないですか、ここいいじゃん。これサーフじゃないですか。これ何川ですか、これ。川の名前がないですね。何駅だこれ。カラタン駅。カラタン駅。駅地下じゃないですか。車持ってない人でもね、行ける。カラタン駅。から単駅のここね。地図がない。みたいな感じ。分かっていただけました？行ったことないですからね、私。サーフゲームをしに岩手に行ったことございません。でも、あ、大体この辺だろうな。あ、ここ行けるな、ここ行けるなっていうね。こういうふうに調べるんですよ。基本、ヒラメはどこにでもいます。基本的にヒラメは日本全国にどこにでもいますと堀田光也さんが言ってました。あとはどこでやるかですよね。やりやすい場所、自分のその最寄りのエリアで、近くに川どこにあるのか。ああ、これもいいじゃん、これもいいじゃん。古じゃない、吉浜海水浴場。あ、トイレもあるじゃん。トイレも。トイレじゃん。あ、トイレある、トイレ。トイレもある、いいじゃないですか。
こんな感じ。これで怒る人いるのかな。お前場所晒すんじゃねえよ、俺がやってる場所晒すんじゃねえよって怒る人いるのかな。秋田県行く？次秋田県。じゃあ秋田県でサーフゲームやります。さあ、じゃあどこでやりましょうってやった時に、じゃあ秋田県の川を調べます。秋田県の川、この辺から調べますか。川、ここ天皇、天皇、あ、いいですね、サーフいいですね、いいですね、いいですね。車止められるんじゃないですか。あ、車止まってますね。車止まってますよ。お、車止まってる。ねえ。いいじゃないですか。天の何川ですか？ねえ。船越水道。なんかいいですね。下がっていきますか？はい。なんだ、秋田運河、秋田運河河口ドン、サーフじゃない、サーフじゃございませんでしたね。あ、でもこの辺で、あ、テトラが入ってるな。おー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 、いいじゃん、いいじゃん。何川、何川、小物川、小物川、小物川河口。なんか、シーバスとかもね、やれそうな感じですね。いいじゃないですか。この辺ね。この辺でやればいいじゃないですか。車も全然入るでしょ、これ。わかりました？これを、皆さんの最寄りの、やつで調べるんですよ。とか、遠征先とかね。Google のサービス、Google マップっていうところです。川、わかるでしょ？ちっちゃくてもいいんですよ、川。川はちっちゃくてもいいんですよ。これなんか名前もついてないような。こことかも。ここは、これ入っていけんのかな？入っていけないのかな、これ。ここなんだ？デイリー山崎か。ここ、なんでこれ、獣道みたいになってんの？ここはどうやって、あ、こっち行けるやん、行けるやん。上から行けるやん。こっから行けますやん。こっから行けますやん。ねえ。なんもないかも。いや、なんか声が聞こえてきそうだな。やめろ！それ以上場所を晒すな。俺が普段行ってる場所を晒すなーってね。そう、もう構いなしでやっていきますから。これ、なんだ、なんだ、これ。あゆ川。あゆ川はどうですか？ドン。いいじゃないですか。いいじゃないですか、これね。車は？ここは、ここ行けますね、これね。行けますね。っていう感じ。ね、これぐらいにしておきますか。おさらいです。サーフゲーム、どこでやっていいか分かんないよってね、ポイント探ししたいときは、Google マップっていうのをこう活用する。そして、一番は、河口ですね。まず川を見つける。川を見つけて、その河口付近を調べる。で、第2に、駐車スペースの確保。ね、中には、私有地に止めちゃってトラブルにやるとかね、
なんかこうお店、その商業施設っていうか、そのお店の駐車場に止めてトラブルになっちゃうとか、そういうのも結構聞きます。ですので、トラブルにならないように、人の迷惑にかからないようなところに、止めれる場所があるかどうかっていうのを確認する、この2つですね。はい、この Google マップを活用すれば簡単に、ヒラメがいるであろうポイントっていうのがね、わかると思います。で、次に大事なのは、まあ、そこの場所に行って、じゃあどこにヒラメがいるのか、どこが掘れてるのかっていうのはまたこれ別の話ですから、それは、過去に私が投稿した、動画、リンク貼っておきますんでね、そちらを参考にしていただければよろしいかと思います。はい。では以上、黒メガネの、サーフゲーム、初心者向けのポイント探し動画でした。ありがとうございました。